1昆布、2昆布、3昆布。はいはいはい、はい、はい、ということでやってきました、ケーズハーバー。今回はですね、こちら超巨大水槽を貸し切りさせていただいています。すごいよね。すごいよ、見て見て、カメとかね、もういっぱいいるの。見え見え、これこれ多分みんな思ったわよ。見え見え、あ、いた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 、見えるかな。やばいやばい、食べちゃう食べちゃう。あ、みんなうまく逃げたね。あのね、サメもいるみたいなんだけど、カメの方がね、ちょっと怖いんだって。で、今日は楽しんでいきたいと思います。はい、はい、練習だよ。やばいね、緊張する。まずは男性陣から。なんか世界水槽じゃない。バイバイ、頑張れ。下で見えるらしいよ。ミニコー、みんなが水槽の中にいるってことでしょ。そうだよ。面白いね。いたいた。角が生えてるみたい。本当だ、角が生えてる。おー。わー、新しいキョンという生物が降りてきたよ。わー、おもろいね。あ、踊ってる踊ってる、すごいすごい、踊ってる。じゃーん、スーパーマンみたい。一番ビビってますね。一番ビビってます。いけるいける。来た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 。よかったよかった、全員揃った。オッケー、みんな揃った。アベンジャーズだ。タマちゃん、タマちゃんの髪の毛の浮き具合が怖いんだけど。ああいうやつ、ああいうやついるよ。一回海水流したい。めっちゃ緊張した。あれがウツボらしいよ。ウツボやべえ。うわー、サメだー。こんにちは、こんにちは、僕キーロマン。キーロマン。名前がわかんない。すごいじゃん、キョンちゃん。すごい、めっちゃ近い。いいな、カメと話したい。あんまりカメと会えなかったから、次はカメに会いたい。この餌をあげます。Thank you.
違う違う、写真の決めポーズ、これ流行らせたいやつ、流行らせたいらしい、うちのメンバーがやつということで、水槽に入って楽しんできました。イエーイ、楽しかった。たまちゃんのことが見えなくなった。そうだね、マジリアル、リアルありえん、たまちゃんの時ね、ちょうど休憩したからね、そうみんないなかった、囲まれてるのは動画で楽しみでしょ、ねえ、はい、楽しみです、やみちゃんいなくなっちゃうんだよ、そうなの、ウッディーは、あとカメに、こうやって手、あ、餌あげられた、手で、そう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 、すごい、すごかった、あんだけ噛むよって言われてたもん、手でこうやってあげる、でもそう噛まれたけど、あ、噛まれた、噛まれたことない、痛くなくて、痛くなかった、口開けたらね、カメラギザギザしたの、ほら見た、すごい、見た、すごい遠かったの、痛くなかったの、なんかね、分かんなかった、人魚、人魚、人魚だから、人魚だから魚と会話できるんだ、なるほどね、でなんか犬みたいな感じで可愛かった、犬みたいな感じで、分かる、そうそう、犬だって、感じでした。カメにはすっごい逃げられてたけど、そうなの、すごい怖い人だったんだなって思います。はい、なんかなんでみんなでエンディング撮ってるのかわからないぐらい、多分みんなが映ってないと思うんですけど、あのみんなのチャンネルでもいっぱいコラボ動画上がってるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください、はい、みんな、そしてこちらのケイズハーバーさんの詳細もこちらの概要欄に貼ってありますので、気になる方はチェックしてください、はい、